硝子みを持つ婦人つみは漢字文化圏特有の伝統的な楽器の一つで、最も競技には証拠を指す。砂時計型、または木製、ドラム缶型の銅の両面に革を張って、これを糸口で強く張る。糸口は、農楽の世界では、蝶々、または、調べという。この糸口を締めたり緩めたりすることで音色を調節しながら、一方もしくは、両方の革を手間だわ。 譜で打って演奏する。その形態によって小拠、大鼓、太鼓、括弧などがある。発音については、古代インドの打楽器、ダ・ドゥービー、またはダン・ドゥービーから出たという説と、中国の特盛鼓の音から出たという説がある。大鼓と、小鼓鼓はインドで発生し、その後、中国で腰鼓、一鼓、二鼓、三鼓、 4つずみ、ちゃんごとうと多数の種類が発生した。これらは総じて、細腰つずみと呼ばれる。腰つずみは腰に下げる、細腰つずみで、日本には7世紀初めに伝わり、くれつずみとして美学に用いられた。1つずみ、2つずみ、3つずみ、4つずみは、奈良時代の日本に、陶学用として伝わった。あとに腰つずみ、2つずみ、 4鼓は耐えたが、1鼓は武学に残り、3の鼓は高来学で使われている。また、中国から日本に伝わった民間芸能である猿楽にも鼓が使われており、小燥院象の玉弓猿楽図には、鼓を符や手で打つ様子が描かれている。こうした様々な鼓が中国から伝来し、やがて小鼓、大鼓が日本で成立した。 杖を使って演奏するチャンゴは、両面の皮に異種の材を用いるのが特徴で、銅単の小道と皮面形ともに大小がある。後に、朝鮮半島に伝わってからは大型となった。本来は、リズム楽器であるが、手で打つ双方と糸口を自由に操作することによって、数種類の音色を打ち分けることが可能となり、中世、近世以降の方角に大きな影響を与えている。 演奏の際に掛け声をかけるのが特徴。ありがとうございます。